だ。逃がしてやる。死を覚悟していたよ。もう安全だ。どうぞ何かのお役に立ててください。よし、船が燃えておる。戦か。調べてみれば。船の残片。槍の傷。火事だ。吹き飛んだ。生き残り。よりもう時がない。誰の仕業だ、蒙古か。いや、他の海賊だ。裏切られた。山猫の一味が蒙古と結びやがった。兵具を手に入れ、ヒアリまで。その海賊はどこにおる。杉に聞け。あいつなら知ってる。南の集落の赤い傘伝えてくれ。奴らが来る。槍の音だ。逃げろ。山猫の一味、生き残りを殺す気だ。
南の集落で杉を探そう。海賊が寝返るとはな。集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。そこもと女を探しておる。名は杉だ。何なのさ、知ったことじゃないよ。失せてくれ。煙が。何が起きた。おびただしい火の矢が船から飛んできやがった。その船は猛虎に寝返った海賊のものだ。ある女が奴らを止められる。名は杉。赤い傘が記した。知らないな。女を探しておる。赤い傘の杉だ。隣に夫婦が住んでた。男は三平、女は知らん。助かった。あかね、まだぬくい。人が住んでおった。私に用があるって。何？害するつもりはない。人と申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。いやだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて私が戻るまでに。あんたは来な。待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。あんたいい人だったんだね。次、山猫様がお呼びだ。セーベ、使いがうまくなったじゃないか。俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。強いな。ついといで。山猫の一味は慎重で兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる。一味だったからね。私が止めなきゃ。山猫は容赦がなかった。三平に会って
その務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう、ブーンを。あんたも。杉と落ち合うはずだが、どこにおる？太刀を抜け！山猫の一味、倒しておかねば。ありがとうございました。見惚れちまったよ。あんた侍ではないの？実は何者なんだ？お主と同じ人に追われる身だ。入江を探った。あいつら人とヒアリを引き換えてる。人売りということか。これ以上許すわけにはいかん。ああ、二手に分かれよう。浜の小勢を始末しろ。俺は船を。私よりうまく船に忍び込めるわけないだろ。だが山猫は手強いのであろう。私が殺さなきゃ。あいつは弟なんだ。身内を殺せるのか。ああ、では海辺にある奴らの野営へ向かう。しかし相手は多勢だな。あいつらのヒアリを奪ってあんたに加勢する。よし、猛虎は海賊に裏切られたと思い、いずれ切り合う。合図で居所を知らせる。焚き火に細工をして火を大きくしよう。死ぬな、杉。ふん、あんたも。近くに高台がある。万平がいるけど。万平は俺が切る。その後北の海辺で待つ。何の音だ？どこだ？避けろ！日が落ちれば杉も船に忍び込める。
町の武将。調べてみよう。焚き火を用いて合図を送れば火槍を放てよう。海賊と猛虎兵、厄介だな。この結託も今日までだ。次に知らせよう。
次の船はない。まさかまだ船に。この赤い傘は。さらば杉、心安らかに眠ってくれ。三平のところに戻り、司祭を伝えねば。旅の途中なのか。何があった？目につくやろう。杉野文だ。皆を守るためには私が失せるほかない。この心持ち、あんたは分かってくれるだろう。追われる身で亡くなる日がいつか来るとよい。生きておったか。死ぬな杉、生き延びるのだ。